いやー、山どうすんの、あと3年やったら。誰が3年後クビや。クビじゃないけど。3年で、3年は最低目標じゃん。考えてることあるんでしょ、サッカー系の仕事もそうだし、サッカー関係ないのもやりたいのがあるんでしょ。関係ないのもそうですね、興味ある。ああ、すごいね。何やりたいの？何？ああ、仕事っすか？そう。これみんな気になってるだろうね、山形の人たちは。だこんだけ長くやってくれてる選手だったら、山形のサポーターの人はさ、絶対さ、山形で仕事はしてほしいって思ってね。家買った？買ってないです。まだ買ってないか。でもな、何やんだろうね。何やるんですかね。指導者は考えてないんだっけ。指導者あんまり、ああ言ってた、ね、今のところないですね。向いてないな。子供とかでも？なんかそうですね、たまに行くのは楽しいなって思うけど、 あれを仕事にするって考えると、なんか教える自信はないですね、はいはい、でサッカーと関係ないのも考えてるんでしょ。まこっちゃんの隣に山ちゃん出すっていう。飲食をやるってさ、店を出したいっていうこと？そうですね、自分がなんか厨房とかっていうよりは自分で考えてあとは任せるみたいな。あ、でもなんか自分も立ってみたいです。最初からなんかその任せっきりとかじゃなくて、接客ってことで、え、料理できんのよ。できないでしょ。いや、料理やればできますよ、結構。まあ全然勉強してみたいなと思います。おお、すごいね。でもそれ喜ぶだろうね。でも山形で出してさ、山が作ったサムゲタンとかさ。いや、じゃあ韓国料理も近々やってるんだ。え、戦えないっす。嘘、韓国料理戦えない。やってるか。だからもつ鍋と韓国料理以外違うのね。ああ、そっか。山が作ったなんか料理をさ、じゃあメニューの中に入れたらさ、人気出そうだよね。まあ焼き鳥とかでさ、山が焼いた焼き鳥でもいいじゃん。焼き鳥屋さんにいいじゃん。焼き鳥いいっすね、悪くない。ねえ、確かに。やる？焼き鳥山ちゃんすか。山ちゃんはなんか語呂悪いのよ。考え浅すぎる。焼き鳥屋ティクミ。いや、ちょっとティクミとか久々聞いたっす。バンさんしか言ってないです。嘘。大枠まだその飲食系やりたいなぐらい。もうサッカー関係じゃないとこ。 それこそ今山形にこういうのないかなとか、ないなとか、なんかそう、こういうのあったらいいんじゃないかなとか、はいはい、なんかたまに考えたりしますけど。はいはい、え、あれいいじゃん、タピオカとか。え、女子だよ、もう。女のとかに対してだよ。え、タピオカも乗りすぎっす。嘘、あの辛く、居酒屋系がいいんですよ。そのなんかちょっと可愛いおしゃれなカフェとかタピオカとかそういうんじゃないんですか。あ、嘘、あのレインボーの綿飴みたいなのじゃないの。全然もうなんかどっちかさ、渋い感じのやつ。そう、嘘。あ、もうカウンターで一人でも行けるようなね。いや、もうなんかそう、そういうのでも全然いいんですよ。すごい広い大衆居酒屋やってるよ、なんかちょっとこじんまりとしたね。うん、もうできてんじゃん、案がっていうのはなんか考えたりしますけどね。ぼんやり楽しみだな。考えてるのは楽しいですけどね。いや、まあそうだね、実際やるとなるとね、大変なことの方が多いと思うけど、だしどんだけ行動に移せるかっていう。それこそね、広瀬がすごいよね、そう考えたら。いや、ほんとすごいと思います、ね、マジで。言ってもさ、え、まだできんじゃんって思ったじゃん、あの時。全然ね、広瀬どこ行くのかなとかさ。でもなんかスパッてもうやめてさ、この道行くって決めてね、はい、すごいよね。すごいっす。あとでも3年はあるから、まあ、いや、もう 最低でも、いや、わかんないですよ。とりあえず人生の半分山形行かないと店出せないって決めよ。確かに、そんぐらいプレッシャーかけて。そう、いや、そうそう、だから最低3年は粘ります。そうだよ、俺もだから今人生の半分サッカー選手やったから、18年、ちょうどそうか。そうだよ、だからでも山野がすごいから、18年もう山形になって、もう山形県民だから。いやー、確かにちょっと一つそこは目標ですね。 いいね、いい目標できたね。じゃあ取れ高どうすか。取れ高いいよ。なんか、だから昨日はもう喋りたいこと喋ってたけどさ、今日ちゃんとギュッとなったっしょ、ちょっと。まあ確かに、そう、山形盛り上がりってところに関して昨日の方がいい気がして、ちょっとやっぱ不安。すげえ不安がってんじゃん。いや、不安っすよ。まあでもゴルフの回より再生回。ゴルフ伸びてないな。伸びてないだろうな。伸びてない。あんな楽しくできたのに。あんな楽しいゴルフ。楽しいだけじゃないってことですよね、だから。いや、だからそうだよ。だから盛り上がって、俺が楽しくても
そうね、視聴者の人、ね、そう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 、それに興味があるかって言ったら、でもそういうのに興味持ってもらうためにああいうのも出してるからさ、確かバンダイヒロキに。そうですね、そうそう、だから山もゴルフやんでしょ。ゴルフやります。ああいいね、じゃあ今度落ち着いたら、うん、山田のゴルフ会で前回のゴルフ会の再生回数超えれるか検証しようよ。検証しましょう。でも言ったらこのテレビ電話シリーズ、ニャンヨンギ、中島ゆうき、山崎正人、はい、山田孝美だから。もう一個ちょっと中堅攻め入れてほしかったですね、間に。で俺がこうやってでもうテレビ電話でもなんか普通に喋れるやつって言ったらさ、確かにバンさん意外と少ないもんね。なんかムードメーカーの割に少ない。実際さ、グループではめっちゃ仲いいけど、じゃあ2人になったらなんかすげえ、まあ、偏ってましたもんね、気まずくなっちゃうみたいな。確かに。あ、船津とか挟んだ方がよかった。あー、いや船津くんなら別にうまい。船津よりはうめ。取れ高いける、いける気がする。船も頑張ってね、そういえばね、船津もすごいわ、ね、だって俺の一個下でバリバリね試合出てるもんね。すごいっすやっぱ。翔太もいるしな、そういえば岐阜たくさんもいるし、今すごいですよね岐阜。ああすごいね、確かにエンバすごいことなってるな。はあ、そうだね、やばいっすよ。そう一回会った俺空港で、たまたま。え、船津くんですか。と翔太、青森小牧空港行くのよ、名古屋の、うん、セントレアじゃなくて小牧の方、うん、そこでたまたま、その岐阜もどっかの試合行く途中で、あ空港だったの。そうそう、富山行ったっすもんね、石崎パパのとこ行きました。あそうだ、そうっすよ今年。え、富山行ったっけ。行ったね、富山行ったっすよ、石崎は。いやでもいい、石崎パパのとこ行きました。翔太は一さんのおかげだよね、ほんと。いや間違いないっすね。まあうまかったけど、うまかったけど一さん会ってなかったらちょっと怪しい。いやね、すごいよ。でもまあうまいやつにあの魂がついたら最強ってことだろ。あれはもうかなわないっす。でも山は魂がでかくなったっしょ。魂だけはでかくなった。それでだってね、試合使ってもらってな、試合も出てんだから素晴らしいよね。頑張りますよ、みんな。頑張ってほしいね。なんかもうそういう目線で見てるらみんな頑張ってねっていう感じ。その目線で、もその目線もう親目線もう。今度試合も見に行くし、3月20日ね。前半山形のゴール裏、後半仙台のゴール裏で。もうプライベートじゃないですか。YouTube 撮りながらこうやって飛んでるわ。来てくださいよ。いやそう、仙台は行けるだろうけど、山形もね、まあ、雪もなくなってだね。雪まだ全然積もってるっしょ。いや今年やばくて、今それこそあれですよ、サポーターとかボランティアで、そうだね、で募ってやってくれてますよ。雪落ち着いたらだな。いや落ち着いたらだなとかじゃなくて、別にホーム買い物が来なきゃっすよ。いや行きたいけどさ。行きたいよ俺だって。プライベートで行きましょう。まあ、まあそうだね、行きたいね。サポーター喜びますよ。覚えてるかな俺の顔。まあちょっとあの変装とかはしてこないで、ちゃんと全面にバンダイは、もう透明のマスクしてくわ。じゃあマスクだとここまで覆っちゃうからさ、バンダイだぞアピールしていくわ。それでお願いします。じゃあヤマ、もう1時間喋ってるから。もう OK ですか。ああ、もう撮れたか十分。多分録音もされてると思う。いや頼むの。じゃあよろしくね。3回目はないですよ、もう。あ、3回目もあったらよろしく。じゃあまた頑張ってね。はい、ありがとう。はい、ありがとう。お疲れです。お疲れ様です。はい。